皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は5月17日水曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。小学校中退だと周りからバカにされる中、流暢な英語と確かな標本で度肝を抜かせる展開にスカッとした。時代の先端を行く田辺教授と序列を重んじる石頭の徳永助教授、波乱はあっても認められていくこの王道感が逆に新鮮で心地いいな。田辺教授が土佐の人にはちょっとした恩義があってねと言ってたけど、蘭光先生の名前には反応なかったし、教授は留学されていたようだから、となるとジョン万次郎、君が欲しいと田辺教授、そして握手からのハグ、これって末子が読んでた八犬伝の桃園の義を結びぬとかかってるよね。なんやかんやこの朝ドラ油断ならんな。本物の知性は学歴ではなく、何を学び何を成してきたかを感じ取り冷静に判断する。田辺教授は万太郎の小学校中退を問題にせず、集めた標本や作成した目録から万太郎のこれまでの学びや彼自身のとんでもなく貴重な価値を感じ取ったんだな。万太郎が唯一感情を示したのが、小学校中退がどうのこうのという話ではなく、田辺教授が万太郎の植物標本を見ようとした時に結構ですと断ったところというのが面白かったな。ノブレス・オブリージュで恵んでもらって、とにかく研究室に入らせてもらって、そこから徐々に認められればとは全く考えていない牧野万太郎という人間、とてつもなく健やかなプライドを持っていると思う。いやーでもすごくない？小学校中退だけど東大の出入り許可をもらって今の植物学があるんでしょ？もし田辺教授が教授じゃなかったら、あっさり門前払いでしょ？ジョン万次郎が関われなかった不平等条約を思い出したわ。こういう重ね方もうまいよね。便宜を図ってほしいと手紙に記した野田先生が粋だよね。万太郎の人となりについてあれこれ説明するのではなく、本人に会えばすぐにわかるよって感じ。賢い人たちのやりとりは無駄がないわ。万太郎は演説で人の心をつかむのがほんとうまくて、でも策を弄したり嘘を言ったりは全然しなくて、ただ自分の中にある光をとても綺麗な形で伝えられるんですよね。万太郎のヤバさって言葉で説明できるものではなくて、演技や描写で見せるしかないんだよね。誰かにあの子は天才だからと言わせることなく、これまでの万太郎の行動で視聴者にも田辺教授にもただものではないと思わせるのさすがですね。俺たちはその遠回りをしてここにいますよ。無論進学できなかった人もいます。めちゃくちゃ正論なんだけど、9歳の時点で知らないことを学びたいからと小学校を中退した万太郎は、正道ではなく波動を行くタイプの人間なんですよね。そして後にあの人ならそれくらいのイレギュラーは当然となっちゃう。はっはーん、さては徳永助教授、英語が得意じゃないな。
君は本当に旧幕府時代の化石だね。さっさと留学しておいで。視聴者が感じていたイライラを非常にスマートに解消してくれる田辺先生に惚れましたよ。ほぼ独学で土佐の植物目録を作り、東大に自分をねじ込むインテリ脳筋プレイで好き。こんなぶっ飛んだ展開なのに、制作スタッフもこれが史実だからのインテリ脳筋プレイの一点突破でいけるのすごい。徳永助教授の気に食わん、もうわからなくないのよ。日本にも大学が誕生して学校制度が整いつつある中で、どこの馬の骨とも知れない男がパッと現れ、紹介状一本で研究室に入り込んだとあっては他に示しがつかないと、それを認める教授にも我慢ならなかったんだよね。万太郎は知識を無駄にひけらかさない、必要な時ここぞという時しか出してこない。それは時に相手を傷つけないため、また自らの身を守るため、そして己の才を証明するため。すごいわ、研究室の一場面のみで15分、男9人が立ちっぱでテーブル囲んで話してるだけの15分、そこに日本の植物学はここから始まったと言っても過言ではない高揚感が詰まっていたし、このドラマの新たな幕開けにふさわしい15分だったし、朝ドラ史に残る15分。舞い上がれのなにわバードマン編でもそうだったけど、熱意があったり目指すものが同じもの同士の場合はお互いを認め合っちゃうんだよね。田辺教授だけじゃなくて他の学生さんたちも一発で万太郎をリスペクトしてるし、こういう展開ほんとワクワクするよ。田辺教授の私は君が欲しいで万太郎は救われたし、末子さんの寿命も100年延びる。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。